Ladies and gentlemen, this is Sunday Talk from Akilito's g r e e l y こんにちは、皆さん、キートです。今週も Sunday Talk のお時間がやってまいりました。今週の放送はですね、アキート流ウクレレの調達法ということでやっていきたいと思います。はい今日の動画はですね、まあ、5年くらいウクレレやってるんですけど、えー、アキートがですね、ウクレレ練習で大事じゃないかなということをちょっと話していこうと思います。まあ、こんな感じでね、偉そうに言ってますけど、全部独学なんですね。なんで、 まあレッスンとか行ったことなくて、タブフの読み方なんていうのもね、全く知らなかったですね。まあ、最近になってタブフのね読み方ね教えてもらったりして、まあ、ちょっと読めるようになったりね、書いたりすることができるようになったんですけど、まあそれもね、つい最近のことなんですね。なんで、あんまりね、ウクレレの講師みたいなことはね、言えないかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、最後まで聞いていただければなと思います。まあ、これ違うんじゃないかなとかね、 私はこうしてますっていうのがあればぜひねコメント欄に書いていただければ、まあ、幸いです先にね言っちゃいますけど僕は3つのことが大事だと思ってますまず繰り返しで次にモチベーションで最後に経験、まあ、この3つが一番大事じゃないかなと思ってます、まあ、一個一個見ていきましょうかまず繰り返しなんですけど、まあ、ウクレレですね、まあ、弾き語りでもねウクレレソロでも何でもいいんですけど、まあ、その曲をね 練習するってやった時にはますまず1段階目っていうのはその曲を弾けるようにするってことですね、まあ、どういうことかっていうと例えば弾き語りだったら全てのコードね弾けるようにするとその曲に出てくる全てのコードを弾けるようにするっていうことですしウクレレソロだったらそのウクレレソロの指の運びを全部できるように左手と右手両方ともできるようにするってことですね、まあ、止まってもいいですし 何度間違えてもいいんですけど一通り全部あ間違えた、えー、でもこっち、えー、これやったっけこれはいっていう感じで、まあ、間違えてもなんだかんだ最後までたどり着けるレベルまでまず持っていく必要があると思います僕の場合はですね結構 YouTube の動画を使ってました YouTube で弾きたいやつね見つけてそれを5秒戻したりとかねして、まあ、ここ分かんないと思ったら5秒戻してもう一回、まあ、見てみて あこういう動いてるなっていうのを何度も繰り返して、まあ、最後までそれをねやって覚えるっていうね作業をずっとやってたんですけどまあそれで第一段階クリアですね一応弾けるわけじゃないですかで次のステップですね次のステップが繰り返しだと思ってますまあ他の言葉で言うと滑らかにする作業というふうに僕はねよく言ってるんですけど何度も何度も 弾くんですす。ね。同じ曲を何度も何度度ももきます僕の場合はですね、まあ、1ヶ月2ヶ月ね平気で弾いたりしてるんですけど例えば、まあ、今日挙げたですね「プリテンダーのウクレレソロはですね2ヶ月前ぐらいに多分アレンジできてるんですね。 忙しかったんでまあちょっとね参考にならないと思いますけどそこからずっと弾いてて滑らかになったのはまあここ2週間ぐらいですかねそれまで結構、まあ、たどたどしかったんですけど、まあ、なので1ヶ月半ぐらいは、えー、滑らかにするのにかかってますなので皆さんもですねぜひ同じ曲何回も繰り返して滑らかにするっていうことをまあちょっと肝に銘じてですね練習していただければなと思いますはいこれが1つ目でしたね次なんですけどモチベーションって言いましたね モチベーションっていうのはまあ何かっていうと僕の場合は YouTube ですはいありがたいことにですね7300人今日ですね400人かな今今日400人いったんで7400人の方がですねありがたいことにチャンネル登録していただいてますで本当にありがとうございますでこの動画投稿っていうのがですね僕のモチベーションになってるんじゃないかなと思うんですけどでこれ動画投稿なかったらですね新しい曲を弾こうと多分思わないんですよね どどんどん新しい曲を弾いてそれをレッスンにしてですね皆さんに貢献したいなと思うわけでえそれが結構ね新しい曲を勉強するモチベーションになってるんですねあこれ皆さんに何が言いたいかっていうと別に YouTube を、まあ、始めろとかね YouTube に動画を上げなさいって言ってるわけじゃなくてあとは例えば Twitter にね弾いて「弾いてみた」って言ってあげてみるとかね インスタででもいいです、まあ、そういう感じでなんか自分の成長を記録できるものとか誰かに見せるっていう形で、まあ、記録する、まあ、そういうのをしていけば結構モチベーションになってウクレレライフもね充実したものになるんじゃないかなと思います、まあ、いろんな曲もね弾こうと思えるようになりますしねうん、まあ、これがねモチベーションっていう話ですねで最後にですね、まあ、これも結構大事なと思うんですけど経験ですね 経験は練習してたらですねどんどんついていくものなんですけどどういうことかっていうとます。まあ、これ当たり前の話かもしれませんけどどういうことかっていうと、まあ、例えばねウクレレソロでも、ね、似たようなね指の形のやついっぱい出てくるんですよねなので弾いたことあるコードの形弾いたことある指の形っていうのがどんどん脳にね蓄積されていきますでさっき最初の大事なこと言った繰り返し滑らかにする作業で 何が一番大変かっていうとそのね新しい弾いたことないコードを覚える、まあ、それをね瞬時に抑えるっていうのが結構難しいんですねなんで知ってるねコードばっかりになればそのプロセスっていうのはものすごくね速くなるわけですよなので結果的に今まで3ヶ月ぐらい習得にかかってたやつが多分ね1ヶ月とかねまあ良ければ1週間ぐらいまで縮んだりすることもありますなんで、まあ、どんどんね新しい曲に挑戦して まあ弾けるコードをね、増やしていけば、どんどん、まあこれ弾き語りもそうですけど、簡単にね、すぐに弾けるようになってくるんじゃないかなと思います。覚えてくださいね。繰り返しとモチベーションと経験。まあこの3つが大事なことじゃないかなと僕は思います。はい。ということで、今週のね、サンデートークの内容はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で、お、すいません。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 アフタートートクなんですけど今週は何を話すかっていうと、まあ、どういうふうにね僕が5年間ねウクレレ弾いてきたかっていうのをちょっとね話そうと思いますはい僕がねウクレレ始めた時は何から始めたかっていうと弾き語りなんですねうん、まあ、その当時結構洋楽にはまっててその洋楽を弾いてたんですよまあ例えばスタンドバイミーとかね、まあ、よくあるじゃないですか中学校の授業とかで 聞かされてですねそれが残ったみたいなねそんな感じなんですけど洋楽のいいところは結構コードが簡単なんですね最近の曲もそうですけどポップの曲は全部全部じゃないかもしれないですけど34コードぐるぐる回ってるっていう曲が多いですなので結構簡単に弾けちゃうんですね、まあ、初心者にとってはものすごくプラスですよねなんでもしね皆さんもねなんかウクレレ初めたてで えー、j p o p むずいなと思ったらちょっと洋楽に逃げてみるっていうのもありじゃないかなと思うんですけどまあそれは置いといてまあそこから多分1年ぐらいねそんな感じで弾き語りをね、まあ、細々とやってたんですけどで、えー、j ェ k i s h i m a o k r o さんのね「ボヘミアンラプソディっていうウクレレソロルを弾いてこんなことがねウクレレできるんかと思って、まあ、弾いてみようと思ったんですけど当時持ってたウクレレが、まあ、12フレットまでしかない自分で作った、ね、ウクレレだったんで、まあ、弾けないわけですよ。

曲ね教えてくれたんでそれであジャズいいなぁと思って、まあ、そのジャズの曲をウクレレソロで弾いてたんですねなので僕の初期動画とかっていうのは、まあ、結構ねジャズの曲が多いです3年前の動画とか見ていただいたらいいんですけどジャズスタンダードの曲がね多分ずー,ーっと並んでますちなみにですねその撮ってた時はカナダにいましたはいなんでねこのチャンネルはね実はカナダで発足してるんですねはいでそっからずっと、まあ、それは そこから僕が弾いたウクレレソロは大体ですね YouTube に上がってるんですけど、まあ、そんな感じでどんどんね新しい曲を、えー、習得していってですねうんまあそんな感じですね、まあ、さっきの動画の本編で言ってた通おり、まあ、動画止めてね戻したりとかしてね弾きたい曲をね、えー、まず弾けるようにしてだんだん繰り返して繰り返してね好きな曲何時間でも弾いてられるんで僕、なんでそれでね弾けるまでやり続けるっていうので、えー、ここまでね えー、グレル上達しました、うん、また、あ、そんな感じかな今日のアフタートークはまあこんなところで終わってきます。はい、もっとねなんか質問とかあれば下に書いていただければ答えていきますんでではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ,バイ,バイ